皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシアが抱える二つのジレンマです。バフムートで戦うのもジレンマ。そして、万が一ですけれども、バフムートをロシアが制圧したとして、その後もジレンマを抱えているというお話です。あと、無尽蔵と思われていた砲弾ですね。弾もどうやら陰りが見えてきたかもしれません。合わせてお伝えさせていただきます。では参ります。まず、ロシアのジレンマの話に行く前に、訂正とお詫びがございます。こちらでございます。昨日お伝えさせていただきました、ウクライナに栄光あれという言葉を残してですね、ロシアに虐殺されてしまったウクライナの兵士の方でございますが、どうやら名前が違うということが判明しました。昨日の情報ではですね、ティモフィー・シャドゥラさんというお名前でお伝えをさせていただきましたけれども、お母さんが名乗り出てきておりまして、この方がですね、第119旅団のオレクサンドル・マチェフスキーさんというお名前だということが分かりました。オレクサンドル・マチェフスキーさんでございます。大変失礼をいたしました。ソルダールでお亡くなりになったということでございますね。謹んでご冥福をお祈りさせていただきます。はい。ではですね、ロシアの話に行きたいと思います。ウクライナ情勢でございますけれども、今、メディアが、大手メディアがですね、バフムートに関して、徹底抗戦なのか、それとも撤退なのかっていう二択論みたいな感じで伝えようとします。まあ、わかりやすく伝えたいんだと思いますけれども、当チャンネルでは両方やってるよって話をしてますね。撤退すべきところは無理せずに撤退をして、粘れるところは粘って、なるべくロシアの戦力を削るという戦いをしている。コメントを読みますと、その辺は冷静にですね、インテリジェンスを発揮してご覧になってる方が結構当チャンネルでは多いなというところで、皆様のおかげでうまく情報が共有できているんじゃないかなというふうに思っております。本当にいつもありがとうございます。そのバフムートなんですけども、どうやら、バフムート深川の東の市街地からは撤退した模様でございます。数日前に情報は出ていたんですけれども、近くでも確認ができる、さらにダメ押しの情報も出てきましたということで、マップで見るとこんな感じですね。バフムート深川から東側のオレンジ色の部分ですが、ここが市街地になります。ここからウクライナ軍は全面的に撤退した模様でございます。この地図のこのオレンジ色の中に白い四角がありますが、ここに戦車のモニュメントがあります。その戦車のモニュメントのところでワグネルの兵士がいることが確認されました。動画で出てきておりますね。で、プラスこちら、はい、この戦車のモニュメントのところでプリゴジンさんが写真を撮って、出してきましたね。うん。で、プリゴジンさんが写真を撮って、こんなノーノーと写真撮れるっていうことになると、バフムト深川から東の市街地からウクライナ軍がいなくなったということで、いいんじゃないかなというふうに思います。つまり、無理をしないところはやっぱ無理しずにやってますね。で、昨日、バフムートの北西のところ、突出したところですね、突撃失敗しましたというお話をお伝えさせていただきました。で、突撃作戦をするしないというところを問題視はしてません。それはウクライナ側もどうしても幹線道路を奪い取らないとバフムート持ちませんから、ある種攻撃というのはしなければいけないんですけれども、危惧しているのはこちらのような情報ですね。優秀な司令官がお亡くなりになりました。うん。まだお若いんですけれどもね、2014年ロシア軍がドンバス地域を取りに進軍してきたところから戦っているので、お若いけれどもベテランの司令官ということになりますが、うん、こういう損失というのをなるべく絶対には無理なので、なるべくまあ抑えていきつつですね、反転攻勢の機会を待つと、うん、こらえてほしいなという気がするということでございます。ではロシアが抱える2つのジレンマ、1つ目はまずバフムートで抱えるジレンマからいきましょう。積極五穀情報さんでございます。連日すいません、よろしくお願いいたします。ワグネルは弾薬不足と大損害を嘆き、ショイグはブフレダールへの攻撃を続けるか、バフムートやクレミンナ北部の激しい戦闘を支援するか迷ってますということでございますね。バフムートを支援するか、それ以外のところを支援するかというところでジレンマに陥っているということです。すべて支援できないというところがキーポイントになりますね。すべてできなくなってきたということです。ロシアはですね。で、これに関してはですね、他のところは、まあ、ウクライナががっちり守っているので、一番ですね、戦果として上がりそうなバフムートをどうやら選択した模様でございます。ドミトリさんに行きましょう。動画が出てきましたけれども、これですね、ブフレダールの兵士だそうですね。第155神風旅団って書いてあるんですけどね。うん。気軽に神風っていう単語使わないでいただきたいですね。失礼しちゃいますね、本当に。うん。
で、ここはですね、弾薬を国防省がワグネルに送ったと。なんでワグネルに送ったんだということで、多分自分たちの支援が減らされたとか、そういうことなんでしょうね。うん、ワグネル選びやがったなということで、抗議をする動画というのを出してきたということでございますね。うん、ということで、ひとまず、バフムートでの圧力を強める選択を国防省はしたということでございます。そしてですね、万が一ですよ。万が一、ロシアがバフムートを、まあ、占拠してしまった場合なんですけれども、その後も茨の道が待っております。うん。次は ISW の報告に行きましょう。3月7日の報告でございますけれども、この報告の中で何が書かれているかというと、ですね、まあ、歩兵戦闘車両とか戦車とか、まあ、機械化旅団みたいなものを組むだけのリソースがどうやら足りなくなってきているということで、バフムートを占領した後、幹線道路沿いに二手に選択肢が分かれるんですけども、二つともはいけなくなってしまってるっていうことですね。どっちかを選択しなければいけないということが書かれております。ちょっと広域の地図に行きましょう。バフムートがありまして、大きな幹線道路、M03 というのがあります。これ途中からね、E40 っていう名前にも変わるんですけれども、この地図だと M03 で統一されてますね。要するに、バフムートとスラビャンスクを結んでいる幹線道路。スラビャンスク方面に今後進軍するのか、それとも南側にある T0504 という幹線道路ですね。バフムートとコンスタンチノフカというところを結んでいる幹線道路。このどっちに行くのかということ。両方は無理になったってことです。うん。このジレンマがありますよっていうことなんですけれども、両方ともですね、要塞化されてます。うん。スラビャンスクもたどり着けるないで、と思いますね。で、コンスタンチノフカも途中にチャシブヤールっていうところはすぐありますけど、このチャシブヤールが今要塞化されてますので、バフムートを抜いた後、チャシブヤール抜かないとコンスタンチノフカには行けません。ということで、ウクライナが今張っている防衛ラインを幾重にもクリアしないと到達はできないということですね。うん。まあ多分無理でしょうというふうに思うんですけれども、問題は、バフムートを攻略するにも他のところを支援できなくなるというジレンマがあって、バフムートを攻略した後もこの二つの大きな幹線道路を両方とも攻め上がることができないというジレンマを抱えているということでございますね。で、ロシアはですね、それでもまだ、弾薬に関してはボン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 撃っております。で、弾薬弾いつ尽きるんだいつ尽きるんだっていう情報がこの1年でもいく回か出てきましたけれども尽きないわけですよ。ところが今回ばかりはというそういう話でございますね。うん。ワグネルに供給するとブフレダールに供給できなくなると現場の兵士が文句言っているという状況が出てきているので本格的じゃないかという気がするんですが、現在撃っている弾薬というのがこれロシアが単独で、生産して供給できているものではないんじゃないかということですね。ロシアにはものすごい弾薬とかを生産する能力がありますけれども、それでも現場では撃ちすぎなんですよ。いくらなんでも撃ちすぎ。自衛隊であれば1ヶ月も持たないだろうという弾薬を1年以上撃ち続けてるわけですよ。うん、それはいつか枯渇するよねって話ですけど、今撃っている弾薬に関してはこちら航空万能論 GX さんですね。イランの支援じゃないかっていう話が出てます。1月の10日と12日に出港した船がですね、ロシアに弾薬を供給したというふうに言われてます。うん。またこれイギリスがすっぱ抜いてるんですけれども、すごい量なんですよ。うん。5.56 ミリから 14.5 ミリの小口径弾薬を約1億発。で、グレネード砲とか迫撃砲弾とか、対戦車ロケット弾とか、122ミリから152ミリの砲弾になりますね。これに関しては30万発をロシアに供給したというふうに、イギリスは、まあ、読んでいるということですね。うん。これを使っているんじゃないかということですね。まあ、こういう外部の支援に頼っているから続けられてきたけれども、昨日お伝えしてさせていただきました、ファトフというところがロシアを資格停止処分にしておりますので、ここと絡みたくない国というのがもう助けないということになってきますし、あとロシアもですね、あまりにも、ブラックリスト入りしているイランと絡んでくると、自分たちがブラックリストに今度乗ってしまう可能性も出てくるということで、ちょっと控えなければいけない状況がロシアには生まれているということですね。うん。なので、ロシアの国内の生産能力だけで今後やっていくっていうことになると、果たして今のような、
砲弾撃ち続けるような状況を継続できるのかというと、それはちょっと難しいんじゃないかという話ですね。ただし、継戦能力そのものは維持すると思います。弾が全くなくなるということはないと思いますけれども、今のような雨あられのような砲弾の使用ができるかというと、それはちょっと厳しくなってくるんじゃないかなという読みが出てくるということでございます。さらに、兵員の部分でもですね、あまりにも無理突撃で、死傷者を出しすぎているということで、国防省がですね、ワグネルチャレンジならぬ国防省チャレンジを始めました。ワグネルがですね、刑務所で募集するというのを、国防省がもう禁止したわけですよ。国防省の許可が必要だったんだけども、許可を延長しなかったんだけども、今度なんと国防省自身がですね、刑務所で募集かけてるっていう情報が出てきましたね。で、一応給料も出るらしいんですけれども、訓練3ヶ月って言って、で、1週間ぐらいちょこちょこっとやって、前線に送り込むっていう、ワグネルと同じことを国防省がやり出したということですね。つまり次の大規模動員が、やはり国内が不穏なので、なかなかかけられないというところで、まずは、ワグネルの真似して刑務所から、人を調達しているような状況があるということですね。人員の部分でもやはり苦しくなってきている。まだまだ人は集められるとは思いますけども、やはり司令官を叩いていくと、こんな犯罪者に何ができるんだ、戦場で何ができるんだって話になってきますので、ロシアの司令官を叩いていくという作戦、誤りではないなという気がいたします。はい。そしてですね、今度はウクライナ側に目を転じてみようと思うんですけれども、実は今ですね、ロシアを支援するようなブロガーの人たちが結構わさわさしてまして、ウクライナがこのバフムートで徹底抗戦するぞみたいな情報を今情報戦でバンバン流してますよね。で、ウクライナが5万ぐらいの新たな増援部隊を今作ってると。で、それバフムートにぶち込むつもりだっていうので、ものすごい警戒してるんですよ。ものすごい警戒してる。しかしこれに関しては、ちょっと、それができるならもうやってるでしょって思うんですけれども、実はバフムートに援軍を送ってることは確かなんですけれども、その反面ですね、バフムートよりもっと南に行ったところですね、ドネツク市というのがありますけれども、その北側すぐのところに、アウディーウカという町があります。このアウディーウカがですね、今こんな感じで、かなり包囲されてるんですね。バフムートだけではなかったりします。14で、アウディーウカもずーっと粘ってる、粘り倒してる、町になりますけれども、ここがちょっとずつちょっとずつ今包囲をされかけているような状況があるということです。ウクライナもやっぱりですね、余裕がないわけですね。あればもうとっくに増援しているというふうに思いますが、しかしロシアと違うのは、ウクライナの方はですね、将来がもっと明るい、未来がもっと明るいぞっていうことになってきます。まずですね、EU がウクライナに弾薬特化支援というのを検討し始めました。早ければ今月中に、議論が行われてすぐに決裁されてすぐに送られる、模様でございます。早ければなんですけどね。はい。2900億円弾薬特化型の支援だそうでございますけれども、こういうのをね、早くやってほしい。で、これをね、結局焚き付けてたというか、取り付けたのは誰かというと、やっぱりレズニコフさんなんですよ。なんでレズニコフさんは今はいろんな、疑いが、嫌疑がかかってる部分はありますけれども、変えるべきではないですね。今これだけの動きがレズニコフさんだからできるというところがあります。これ1年やっぱパイプを作ってきた賜物だというふうに思いますね。という期待があるということ。で、もう一つなんですけども、こちら積極護国情報さんです。よろしくお願いします。今度はポーランドですね。本当に頼りになりますけども、ポーランド。MiG-29 をですね、30機、空軍で持ってるもの全部になりますけれども、30機をウクライナに支援する用意があるということをドゥダ大統領が言いましたね。で、F-16 が期待はされてるんですけれども、まだそれは本格的な検討にもなっていない。しかし航空優勢が今取れないと、ウクライナは押し返すことが結構難しい状況。それ分かってるので、MiG-29 だけれども、30機送ります。で、これはかなり大きい支援になると思います。もし本格決定したらですけれども。なぜかというとですね、ウクライナにですね、新たな、JDAM というミサイルが供給されているということが判明しました。JDAM の ER というですね、射程の長いもの。JDAM だけだと射程30キロ弱ぐらい。ER がつくと射程72キロだそうです。一気に射程が長くなるんですね。2倍、2.5 倍ぐらいになるんですけども、その射程の長い方が供給されているということが判明しました。で、このJDAMというのを撃てるとどうなるかということなんですけれども、
戦闘機で飛んでいく。ただし航空優勢が取れてないので高高度には飛べません。高いところには飛べない。見つからないように低いところを飛ぶしかないんだけれども、それでも戦闘機を飛ばしていって、ハイマースの届かないさらに奥地のところにある、ロシアの、軍を叩けるわけです。で、何を叩きたいかというと、地対空ミサイルを管理しているレーダーとか、その発射する機械であったりとか、そういう部隊が奥の方にいるわけですよ。で、今ウクライナとしてはハイマースとか使って武器弾薬とかっていうのをボンボン叩きたいんだけれども、そのウクライナが撃ってきた弾を迎撃するために地対空部隊っていうのをさらに奥に置いているんですよ。で、それをまずこのジェイダムで叩いて、地対空部隊というのを機能しなくすると、今度は武器弾薬のところをボン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 またハイマースで叩けるようになるので、ヘルソン状態になるわけですよね。うん。ただでさえ今足りなくなってきているところを、このジェイダムが出てきたことで、ロシアはですね、地対空部隊っていうのを、防衛部隊を下げざるを得ないような状況が出てきているということです。ロシアの防衛がまた脆弱になってくるということが期待できるということです。さらになんですけど、もう一個がこちらでございますね。F-16 に取り付ける弾をMiG-29 から発射できるように、今ウクライナが頑張って改造しています。うん。で、これができるようになると、精密な弾というのをMiG-29からも撃てるようになります。先ほどのジェイダムと組み合わせて考えると、ウクライナのこの空の航空優勢の部分が完全には取れないにしてもかなり改善されるということが見込まれますね。その上 で、で砲弾とか弾薬特化型の支援も行われるということになると、それと苦しいロシアと対比した時にウクライナが結構有利になってくる状況があるので、バフムート危険ではありますけれども粘る意味というのがここにあるということも見て取れるというお話でございます。はい。というところですね。今、ロシアが抱えるジレンマ。今、ロシアがですね、実際、マップで見ると、じわりじわりと押してることは確かではありますけれども、ウクライナもそこを頑張って粘ってます。粘るには、ロシアのジレンマと、そして自分たちへの支援という理由があるという、そういうお話でございます。はい。というところですね。本日は、バフムートの情勢をお伝えさせていただきました。厳しい状況が続きますけれども、なるべく冷静さをこちらも保ちながらですね、皆様との共有を続けていきたいというふうに思っております。今後ともどうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。